皆さんこんにちは。こんにちは。寸布城テレビ、寸テレ、今週も始まりましたよ。よろしくお願いします。お願いいたします。あ、拍手が起きてる。視聴者の皆さんありがとうございます。ね、ありがとうございます。静岡のスタジオから全世界に向けて発信をしてまいりますよ。私はナビゲーターの牧野瑞子です。どうぞよろしくお願いいたします。はい、今日はゲストの山田誠でございます。はい、そしてごめんなさい、私が、静岡県議会議員の山田誠さん、山ちゃんです。よろしくお願いします。すいません、先走っちゃいました。ありがとうございます。よろしくお願いします。やはりね、このコロナがね、気になりますので、ちゃんと私たちもマスクをして、そ、はい、そして山田さんとの間にはこのクリア、なんていうか、ついたてですね。画面分割されてますからね。ねえ、そうなんですよね。はい、でまたなんかすごくしっかりしたスクリーンなんですよね。これね、あの、はい、この前ね、静前トライアスロンって言って、はい、持ち船の平らなところとか使ってやったね、はい、ミニトライアスロンの実行委員やってくれてた、はい、杉山プラスチック工業の杉山郁也さん、ここで作成をしてくれた素晴らしい、パネルなんです。ねえ、なんかあの特注でサイズもしっかりオーダーしてっていうようなことも聞いてますけれども、だからどこにでも対応できるようになっているので、はい、もしあのお貸しになる方は、そうですね、ちょうどね、静岡市のね、龍南小学校の青井区の龍南小学校の東側のところに会社がありましてね、はい、工場が自分のところ持ってるので直接それでやってくれますので、ぜひぜひ興味のある方はあのまた見ていただければと思います。はい、ね、いろいろな方にご協力いただいたりね、はい、ありがたいです。あ、そうだ、そういえばあの今日9月21日は中秋の名月だそうです。満月が綺麗でも、昨日の夜もすごいお月様が綺麗でした。ご覧になりましたって。すいません、あら、あのもう、うん、寝てました。外出しないで家の中にいました。あれ、家からですよ、家からこうね。私もあの見たんですけれどもね、本当に月明かりがもうと明るくて、そうなん、もう本当手を合わせてしまいました。今日見てみましょう、ね、今日も、はい、あの 晴れますよね、きっとね、はい、ですから手を合わせて、とにかくコロナが早く収束しますようにってね、うん、もうお祈りしましたけれども ね。でもそれってあれですか、はい、へそも注意しました。あ、へそも、あ、そういうのはちょっとごめんなさい、知らないですか。あの知ってますけど、あの、ね、真ん中へこんでるへそ餅 ね、それであんこのすく食べるっていう、へそ餅だとかね、すすきを飾ってってね、昔はやりましたけど、 今売ってるんですかね、へそ餅って。最近見たことないから、多分でも和菓子屋さんだとかね、そういったところに あるかもしれないですね。スーパーでも今売ってるかな、うん、ねえ、じゃあスタジオのすぐ斜め前が和菓子屋なんで、後で寄ってみましょう。売ってるかなってね。ねえ、まあ本当にね、このコロナがなかなか落ち着かないどころか、緊急事態宣言がさらに延長、そうですよ ね、こういう事態になってしまいましたよね。まだあと10日、今日9月21日ですから ね、静岡県9月30日まであと10日間、はい、ちょっと我慢をして、ね、このあと祝日もある、この3連休もまたちょっと人が多く出ちゃったのかなっていうような感覚もありますし、そうです ね、この後もまだ祝日もありますけども ね、もう本当にとにかく、まあ、皆さんなるべくこうね、まあ、おとなしくって言うとあれですけども、うんうん、控えていただくなどしてお願いいたします。はい、でもね、静岡の方ね、かなりあれですよ、真面目な方多いなと思いますよ。やっぱ人ですごい少なかったですもん。あ、ちょうど ね、先週ですよね、はい、先週の日曜日にね、ちょっとある団体の、ライオンズクラブの関係でね、献血運動やってたんです。もう今実はね、献血のちょっと話になっちゃうとあれかもしれないですけど、取った血液って1ヶ月しか持たないそうなんですね。30日しか。だから献血ってずっと続けてなきゃいけない、そういったことがあって、あの、私たちもね、活動、その、まあ、ボランティアの活動としてやってるんですけどね、奉仕活動として。本当にね、この前の日曜日もやってましたしね、本当にね、必要なので、あの、要はコロナで大変なんですけど、一般の患者さんもね、輸血を必要とする方たくさんいるもんでね、ぜひね、あの、街角で見かけた時に皆さん協力できる方はね、ご協力いただければなと思っています。年間で400ミリリットルだと3回1200ミリリットルまでできますので。山ちゃん何型ですか？ A 型です。あ、私も A 型、うん、細かいもんね。真面目で几帳面とか言われますけどね。いや、結構大雑把だったりしますが、うん、私 O 型が半分入ってるんで、ね、あ、私もそうです、私もそう、同じですね。
そうですか。じゃあ栄養コンビで。栄養コンビ。ねそうそう、そのコロナなんですけれども、うん、まあでもね、あのいろいろなこう補助金ですとか応援金ですとか、うん、そういったものもありますので、うん、私もあの国のそれこそ月次支援金だとかね、お世話になっております。うまく活用してね、はい、いただきたいですよね。そのあたりのご説明していただけるんですか。はい、そうですね。あの実は静岡県もいくつかパターンがあって、非常に分かりにくくなっている方々やっぱりいらっしゃるようなんですね。あ、はい、特にあの緊急事態宣言になる前、最初まん延防止の制度があったんですね、これがあの実は地区が3つに分かれているという、非常に分かりにくかったんです。対象区域はですね、最初はね、あれだったんです。要は岩田とか焼津とか藤枝とかね、島田とかいろんなところ抜いてたんですよね。まん延防止っていうのは実は全県全部やっちゃいけないんです。やるのは緊急事態なんです、全県全部は。なのでどこかを外さなきゃいけないということで外してているもんですからね。ちょうどあのちょっと対象区域が今回していただくと出てくるかなと。はい、あ、ですかね。はい、はい、少しあのプリントしたものがありますので。そうですね、はい、いいですね。大体こんな風にですね、営業時間の短縮の概要っていうのが、対象区域 1,2,3 って書いてあるんですけど、こういう風にね、時期をずらしてやったもんですから、その下の今度少し上に下に、の方を取っていただければと思うんですけどね。そうすると対象期間がこうやって3つに分かれるんですよ。そうなんですね。そういったことでね、あの手続きがちょっとね、非常にちょっと分かりにくくはなってるんですけど、これがまず実はまん延防止なんですね、で次がこれ次のページになるんですけどね、これ今度緊急事態宣言ってのが出てくるんです、そうか、やっぱりそれぞれに違ってくるということなんですね。で緊急事態宣言もこれ見てもらうと、こういうふうになって、対象区域は静岡県全域で、対象施設も実は飲食店とかいろんなものは同じ、結婚式とか同じなんですけど、期間が8月20日から9月の12日までっていうのが1回目です。なので9月13日から9月30日までは第2回目の緊急事態宣言ということだもんで、実はこれによって拡大のこの防止の協力金が、営業時間短縮要請と休業事態、休業と営業時間短縮要請、こうやってあるんですけど、これがね非常にだもんで、都合ですね、全部あのこれルールにのっとってやった方々のお店で行けば、3回申請することになるんです。そうなんですね。で今緊急事態の前のまん延防止のものと、もう一つの緊急事態宣言の9月12日まで、この、もう申請は今受付をねしてるんですね、あ、そうですか。で、もうすでに最後の9月13日から9月30日までの延長分は10月1日以降に申請するという形になるので、非常にねこう皆さんこの種類こう2つこれあるんですけどね、これこう結構厚いあれなんです。書類がね、これ県のホームページに載ってますのでね、県のホームページからダウンロードしていただいてね、確認してもらえればいいんですけど、こういったことがまずある。なんかそんなにこう何度もこう、ね、申請できるものではないっていうようなちょっとイメージなので、こう誤解を招くところもあるかもしれませんけれども、日付で区切られているという非常に分かりにくいところがあります。でなおかつですね、まん延防止の場合は、あの売上がですね、落ちてきた場合の、ありますよね、それの、3万円から10万円って枠、それと緊急事態の場合は4万円から20万円ってこう枠があるじゃないですか。この枠のところ の見方がね、またまん延防止は今年の7月8月の売上のどちらかと、2019年2020年の7月8月のどちらかの売上の差が大きければそれに出てくるという、プラスされて、あの定額プラスアルファが出るということですね。で緊急事態の場合はそれが今度は8月と9月今年のですね、それと2019年2020年の8月9月のどこかと比べるということで、非常にそこのところが若干分かりにくくなっているかなっていうところなんです。でそれ以外にですね、あの静岡県とこれ静岡市両方あるんですけど、応援金ってこれ1回限りです。これは、この1回限りの応援金っていうのは、要は飲食店とかそういうところに納めている方々がいらっしゃいますよね、お酒とか、そういう、あるいはですね、またコロナによって、事業がちょっと
売り上げが落ちちゃったり、はい、そういう方々のところが、やっぱり売り上げの減少が、まあ、去年一昨年2019年2020年8月9月と比較して、はい、やっぱりどのぐらい落ちたかっていうところなんですが、はい、基本的に国は 50% 以上落ちないとこれ出しませんっていうんですけど、そうですよね、はい、そう静岡県は 30% 以上落ちれば、そこの部分はちょっとこう緩やかにして、規制を若干緩やかにしてそれで出しましょうっていうことなんですが、まあお店とかですね、いろんな小売店の方々から聞くと、これの金額ではね、とても少ないんだよねっていう声を聞くんで、本当申し訳ないなと思うんですけど、今現在できることがそれですね。で、静岡県が出している金額の半分を静岡市が出してくれるっていうプラスでですね、出してくれるっていうふうに今なってます。で、お酒の販売業者だけはもうちょっとそれが優遇されて出るという格好になってますね。ですからそういったこと、これは1回だけなんです。で、実はさっき説明したまん延防止と緊急事態宣言のところの部分っていうのは、当然3回出すとなると書類もたくさんなってますから、3回出さなきゃいけないっていうとものすごい書類になっちゃうわけですね。ですからホームページも確認していただいて、3回出すんではなくて1回目は確かに全部必要なんです。そうですよね、大体ね、そうですよね。で、2回目3回目は書類を1回出しているので、もうここはちょっと削減していいですよっていうような、基本的なものはね、はい、そう、基本的なものは削減していいですよっていう、これに前の申請についてますから、っていうことでね、少し手数を減らして手間を少し軽減しようっていうことで今実はなっています。あ、それもありがたいですよね。で、そういったこともね、なかなかやっぱ皆さんね、分かりにくいので、で、書き方がね、分かりにくいよとかね、そういう方々いらっしゃいますけど、そういう時はね、コールセンターにとにかく聞いていただくとかですね、はい、静岡県のホームページからですね、やっぱり見ていただいて、まあ、コールセンター、はい、ちょうどこの今出てるんですけど、このちょっと番号がですね、この画像の画面のですね、右側ぐらいになるんですかね、右側にコールセンターの電話番号が、そう、コールセンターの文字のありますか、右側へ回してもらうと、あ、出てきました、ね、電話番号、はい、はい、これですね、あ、050-5211-6111 と、こういう形になるんですね。で、まあ、今ちょっと怪しい業者がいて、そういう手続きやりますから、いくらね、なんか振り込んでくださいとかって、そういうところもあるので、はい、気をつけていただいて、ね、そうですね、ちゃんと信頼できるところにお聞きいただきたいと思いますね。とにかくね、静岡県なりにしっかりと相談していただければ、間違いなくこれを相談には乗っていただけますので、はい、ぜひぜひそれでやっていただければなと思っています。はい、それでですね、ちょうどちょっと今飲食のですね、はい、例を作りましたので、はい、ちょうどこの写して、あ、そういったものもちゃんと事例も、今度ね、次、はい、飲食店と、これまたこれはですね、ちょっと他のところでも作って、私がちょっともう少し必要なものを書き加えたりしたんですけどね、 お店によってね、こんだけ違うんですよ。対象になるとか対象ならないとかね、それとかあと休業要請と時短要請でまた内容違ったり、もう対象外はもらえないとかね。でも一番ね、これこう酒類の提供なくても、例えばまん延防止でいくと右から2番目ですけどね、夜10時までやってる通常のお店やってたところが、お酒を提供しませんよって言って時間営業してないけど、時間短縮営業すればもらえるとかね。だけど逆に8時までやってるお店でお酒も提供してましたって、この真ん中ですよ、ここはね、通常の営業時間8時だから時間短縮ないからもらえないっていう、でお酒は提供しないでくださいなんですよ。だからこう言ってね、非常に分かりにくいところがあって、その下の段行くとさらに今度大変なんですよ。これ下の段ずっと来ましたね、来ましたね、今度緊急事態宣言になるとこれだけ分かれるんですよ。上は5つだったのが今度10に分かれて、それでこう見ていくと緊急事態宣言で、まあ当然ね、もう緊急事態宣言でこう上のなんですかね、営業時間で見ると、さっき言った対象外だったところね、真ん中です、ちょうど真ん中のところは8位までやってるお店で、お酒提供ありのお店でしたけどね、ここ見るとこう休業要請と時短営業ってあるじゃないですか、
時短営業してもダメなんですよ、もらえないんですよ。だから休業するしかないんです。他の夜遅くまでやってるお店でお酒のところは時短営業してするか休業するか、どちらかでお金がもらえるという形になったんですね。かたやね、今度10時ぐらいまでやっててお酒の提供してない店、これ右が2つお酒提供してない店なんですよ。ここね、こう休業要請は、ね、対象外でもらえないでしょ。だけど時短要請で夜10時頃までやってるから8時で終わるよって言うと時短営業でもらえるんですよ。そうそう、だからね、もうそれでお酒なしでこうもともと8時までの営業のところは全くもらえないんです。だから逆に言うと、そうやってるお店があって8時までやってる時短営業、要は休業要請も両方とももらえない、だけど休業してねって言われちゃうと、こういうこうちょっとね、不公平感が出ちゃうんです。でこれね、ただ本当にね申し訳ないなと思うんですけど、静岡県が決めるものじゃなくて、うん、国が決めてくるもんですからね。そうなんですね。国の方でこの制度で決めてきちゃうと、はい、やっぱりどうしてもこれにかかってしまうということなんです。でね、さっき最後もうそろそろ話をしたいと思うんですけどね、まん延防止とか緊急防止宣言のこの申請ですね、はいはい、この申請するときに、はい、申請のところに書いてあるのが、例えば飲食業界のガイドラインだとか、はい、あとは宿泊施設のガイドラインだとか、さまざまなところがガイドライン作ってるんです、はい、でそういう第三者で作ってる、しっかり作ってるものを申請してあるところ、そしてその認証されてるところはいいんですけど、今静岡県は飲食と宿泊施設については富士の国安全安心認証制度っていうのを作ってるんです。これ後ほどそちらの紙を出してもらうんですけどね、はい、いわゆるこれ山梨県と、はい、方がですね真っ先にやったやつなんですね。それでちょうど たまたま私去年議長という職を務めてる時に山梨県とも交流 してる時にですね、はい、で山梨の私の仲間からもこういうのあるよっていう話から、いろいろじゃあどうしてやろうかって言って、静岡県も非常に遅かったんですけど、今年 春からこ の、はい、申請を受け付けてやりましょうっていう話になって、最初はねやっぱなかなか伸びなかったんですけど、ここのコロナになっての特に緊急事態宣言とかが出たものですから、そのこの認証制度をちょうど今映してもらうと分かるんですけど、この認証制度を使うとですね、取っていれば、はい、あるいは申請中であれば、この協力金の要請もできるという話なんですね。ちゃんと対策してますよっていうところがね、前提にあって、そうなんです。でちょうどこれ見てると、飲食店のこの認証マークが安全安心の目印ですっていうのが、はい、これがね飲食店に取ったところには、はい、店に貼り出します。でその横にね QR コードがつくんです、で QR コードで携帯を見ると、はい、このお店がどんな対策を取ってるかっていうのが見えて、それでそれをページでいくとね、最後までやると、要は静岡県の方にこのお店ちゃんとやってるかどうかとか、ちょっとここが足りないんじゃないかとか、そういったこうものをねメールで送れるようにもなってるんです。はい、だからお客さんも自分たちもしっかり守ります、そしてルールもちゃんとお店守ってますよねっていうものを両方がこう相互にできるというね、そういう制度なんです、やり方なんですね。でこれが飲食店なんですけど、あとはね隣に来ると今度宿泊施設もちゃんとあるんです。この宿泊施設今度ねまたちょっと変わるんですけど、見ててくださいね。あら本当だ、ちょ、ね、やっぱりこうそろそろ温泉旅館とかね、そういったところもねやっぱりホテル旅館のマークが今度入ってくるホテルだとか旅館ですとか、こういったところは、はい、しっかりやってますよっていうことになるんですから、ぜひぜひ ねそういったことをね利用する側としてもね、安全、うん、安心しますしね、やっぱ目に見える安心感、それがね大事だなと思って私はこれ推奨してます。でも1万申請1万超えましたからね、これからさらに伸ばして1万5000超えて、ああそうですか。じゃあ本当に皆さんしっかりとこう行ってくださってるっていうことになるんですけどね。やってくれてます。はい。まあちょっと簡単な急ぎの説明になっちゃいましたけど、いえ今日こんな話をね。はい。でもまあ何しても自分たち、も
ものね、こう知っているのと知らないのとでは全く違いますし、そうです、そうです、ね、しっかりもらっていただきたいっていうのもね、うん、ありますもんね。で、そういうお店をね、はい、皆さん安心して使ってもらいたいし、そうですね、まあ、特にね、これで緊急事態宣言が解除されて、はい、だんだんこうまた社会生活が少しずつ戻ってくるじゃないですか、はい、そういった時のためにね、これはね、私は必要な制度だなと思ってね、少しでも多くの、ね、お店が導入して、 それで静岡県民みんなが安心して来れる、はいはい、そういったあのお店になれば一番だなと私は思ってますので、はい、はい、山田さんありがとうございました、はい、よくわかりましたいろいろと詳しく説明をしていただきました。さあ、それではですね、続きましては、CM 入りますか。はい。